今回は最近完了した高架化としては九州で最大の西鉄天神大牟田線雑車の熊から下織駅間をお届けします。高架化後の新しい線路や駅舎から現在線の真上に高架化する直上方式の意外なデメリットとは。地上にある旧駅舎取り壊しなど高架化完成の様子をご覧ください。当チャンネルでは東京都で事業中の連続立体交差としては最長となる京王線の高架化や同じく関西最大の淡路要塞を別の動画で取り上げており、また来月に中部最大の支流要塞も撮影予定ですのでチャンネル登録や通知設定をよろしくお願いいたします。まずは西鉄の高架化事業の概要について。事業区間は西鉄天神大牟田線の雑種の熊駅付近から下織駅付近までの約 5.2km、 19カ所の踏切除去を目的とした連続立体交差事業で、高架化されるのは雑種の熊駅、春日原駅、白木原駅、下織駅と難読駅名が続く4駅。下織駅は仮線方式、その他の駅は直上方式で高架化されました。2022年8月28日に高架化しましたが、駅舎の工事などはまだ続いており、事業完了は2025年度末。今回は高架化の方法が異なるかつ急行停車駅である春日原駅と下織駅を対比しながら探索していきます。こちらは西鉄福岡天神駅。大手私鉄で最西端で、なんとなく相鉄線の横浜駅っぽいこの駅から乗車します。こちらは西鉄5000系。標準機なのに車体幅が 2740mm であり、細い車体。下織駅に到着しました。2面2線の高架駅。この駅は仮線方式で高架化されたため、すでに駅舎も新しく綺麗です。駅舎のデザインは縦に異なる素材がランダムに並んでおり、個性を出しています。こちらの方向へ進んでみましょう。まだ地上に敷かれた線路が残っており、踏切の部分だけ線路がなくなり道路になっています。画面奥から一直線に高架化されています。地上時代の旧駅舎のすぐ横に高架の駅舎が建てられています。
防音対策の取られた高架を走る鉄道は地上を走っていた時より静かに感じます。踏切の警報音や車の一時停止もないのでなおさらです。そして日常から緊急車両の往来まで移動時間が短縮され、何より踏切事故がなくなった街の様子は素晴らしいですね。踏切なし、停止不要の看板があります。まさに今、旧駅舎が取り壊されているところ。反対側はバラストや枕木がまとめられており、撤去が進んでいます。仮線方式の場合は用地確保に必要となる面積が広くなるものの、高架化切り替え直後から改札、階段、エスカレーターなども真新しい施設に切り替えられることが多く、建設期間も短く抑えられるようです。続いてこちらは春日原駅。2面4線の高架駅、時刻表がディスプレイになっており、現在の時間帯は大きな表示になっています。この駅は直上方式で高架化されたため、まだ真下に旧駅舎が残っています。階段を降りるとこのように途中から鉄骨の間を半ば無理やり通したような天井の低い仮通路になります。京王線の高架化では下高井戸駅で行われる直上方式、この工法は真下にあった地上の旧駅舎から直上に作った高架の新駅舎に数時間で切り替えることになります。この際一旦旧駅舎に支障しないように通路や階段、エレベーターなどを通す必要があり、旧駅舎を取り壊してから最終的な通路や階段などを作ることになる場合があり、工事期間、不便な期間が長くなります。この時特に難しいのがエレベーターです。バリアフリー法では利用者数に関わらず、新設・大改良の際には全ての旅客施設に移動円滑化基準への適合義務が課されます。その割に高架で移設も難しいので設計時に悩むポイントかと思います。この問題から直上方式が難しい、できないパターンも多くあるでしょう。一方仮線方式では地上の旧駅舎から横に作った高架の新駅舎に切り替えるため、そのような面倒は発生しませんが、用地確保に時間も費用もかかるので、両者メリットデメリットがありますね。長く遠回りな仮通路を通り、やっと改札へ。仮線方式の下折駅と違い、こちらは駅舎の完成までまだ時間がかかります。
駅の周辺を歩いてみます。このように柱に一部欠けたような部分があります。最近まで列車が地上を走っていたため柱を通せなかった部分です。ちなみにこのような工事中の状態でも耐震強度は十分満たす設計になっています。反対側では線路の撤去中、最終的には駅の真下に改札が移動するのだと思いますが、その位置にはまだ旧駅舎があるため、撤去が終わるまでにはこの仮駅舎を使うことになります。高架橋についても本来は線路の真下に柱を設けたいところですが、地上の旧線路を支障しない位置にしか設けることができません。さっきの仮設のはこうなったんですね。ホームにはまだ使えないエスカレーターもありますね。3番乗り場の16時58分発の電車は福岡天神行き急行6両で3つ扉です。整列乗車にご協力ください。今回は西鉄天神大牟田線の雑所の熊駅付近から下織駅付近まで、高架化について仮線方式の下織駅と直上方式の春日丸駅を対比しながらお届けしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録後はお見逃しのないよう通知設定をご確認ください。まずはスマホでの通知設定をオンにしましょう。 PC ではこの通り、これで新着動画などがお知らせされます。